先日さ、棋風新作の七夕坂無限牢が一般販売開始されたじゃん。うん、例大祭で初手上海アリスに並んだけど買えなかったからずっと待ってた。今回もだけど、ストーリーと BGM がマッチしすぎててやばいよね。ここでネクロファンタジアのアレンジ、ウレションしちゃうーってなった。うん、そうだね。8年ぶりの公式供給で妄想と考察がはかどりますわよ。考察がはかどる。考察がはかどるといえば、レシピルート10フォースだよね。私の出番これだけかよ。レシピルート10フォースとは、社債、絵師、キッチンでチームを組み、社債が旅先で食べた料理の抽象的な食レポを書き、絵師が食レポを元に料理を予測して、抽象的なイラストを書き、キッチンが元の料理名を予測して、その料理を作るという企画です。その3人1組のチームが全部で6チームあるわけですが、私のレッドチームは社債が山上リスコさん、絵師が床の間久さんです。一応遠慮なしというチーム固有の縛りは設定しましたが、私が遠慮しなくなるだけなので、さほど気にしなくていいでしょう。で、床の間久さんのイラストがこちらです。ヒンドゥー教の神っぽいおじさんが辛そうにラーメンっぽいものを食べていますね。言うほど抽象的か。まあバカ正直にラーメン作ったら確実に間違いだし、ええか。パッと見でわかることは、インドネパール料理、スパイシーで激辛、ラーメンではない麺とスープの料理ですかね。肌が青い神が食べている点から、インドとかヒンドゥー教を表していると解釈できます。具体的には、インド、ネパールあたりの料理でしょう。辛そうにしている神、火を吹くキリタン、スパイスを抱えてチリパウダーのようなものをひっくり返すうなちゃん。これらの点から、食レポにスパイシーかつ尋常ではない辛さ、具体的にはチリパウダーをひっくり返したような辛さとか、そういう記述があったんじゃないでしょうか。手に持っているのはラーメンのように見えますが、レンゲではなくスプーンを使っています。南アジアや東南アジアではヌードルスープにレンゲではなくスプーンを使います。よってラーメンではない海外のヌードルスープまたはつけ麺のような料理と思われます。インドネパール料理の麺類な時点でかなり絞り込めます。インドネパール料理の麺類は、チャウメン、インディアアッパ、トゥクパの3種類くらいしかありません。チャウメンはインド中華の焼きそばです。ヌードルスープではありませんが、一応あんかけはあります。でも、スパイシーで激辛。インディアアッパはライスヌードルです。南インドとスリランカでカレーにつけて食べられています。つけ麺はありえなくはなさそうですが、絵とは違いますね。トゥクパは、ネパール、ブータン、北インドの柔らかいうどんみたいなものです。カレー味のものもあるようですが、基本はあっさりとした味付けで、スパイシーでも激辛でもありません。どれも違和感があります。そもそも、どれも日本で食べるのは難易度が高いです。都心だったら食べられますが。ありえない事態が起こったなら、疑うべきは2つだけだ。選定条件が間違っているか、それともあんたの頭がいかれちまったか。考え直しましょう。おそらく食レポを具体化しすぎたことによりノイズが入っています。ノイズを見分けるため追加の考察を。具はキャベツ、人参、小松菜、もやし。日本で提供している場合はあまり手がかりにはならなさそうです。ここヒントをもらっているんですが、白い物体は色すら不明の何か加工品、黄色の物体も加工品ではないかとのことです。黄色の物体はともかく、白い方はもう考えなくていいでしょう。食レポで麺の色に触れたかはわからないですが、白ですね。麺も同様にヒントをもらっていて、海外の麺ではないかとのことでした。海外の白い麺となると、ライスヌードル、でんぷんでできたグラスヌードル、そうめんの可能性が高いです。ラーメンの類ではないかという先入観がある状態では、そうめんも海外の麺っぽく思えてしまうので含めています。スプーンでスープをすくって見せているのは、スープの性質を表現したいのだと思われます。絵としてはあんかけかのように見えますが、スープにとろみはなくテカリがあるということですかね。であればテカリはまあ油でしょう。スープが赤いのはそういう記述があったのか、辛いことを表現するために赤くしたのか不明ですね。この神の正体にも何かヒントがあるのではと思い調べてみましたが、固有名はなさそうです。というか、如来をベースに肌の色と牙でヒンドゥー教の神かのようにしているように見えます。特にこの牙の表現はスリランカやシンガポールの寺院の女神像くらいでしか見かけませんでした。お前、メスだったのか？危ない、もう少しでセンシティブだった。正直勃起した。エッチなのはいけません。バカがよ。ねえ、みことみこと。ん？どこの魔宮さん、そこまで考えてないと思うよ。なんてこと言うの、姫ちゃん。冷静に考えると、食レポの中でインドとかヒンドゥー教という単語が出てくるのかという話で、そこまで言ったらほぼ答えですからね。であれば、食レポの中にカレーという単語があって、それをヒンドゥー教の神で表現しただけなのでは？そう解釈するとしっくりきます。となると、候補となる料理がめちゃくちゃ増えますね。料理を特定できそうな情報をまとめるとこんな感じです。ノイズの可能性があると思ったものは参考程度に落としました。該当しそうな料理を列挙すると、オンノカウスウェ、カレーラクサ、カオソイ、ブンカリー、インディアーッパ、ノムバンチョックサムローカリー、カノムチンナムヤーですね。いや、多いな。もうつけ麺タイプは候補から外そう。あの絵からつけ麺タイプであることを当てるのは厳しい。4つまで絞れましたが、どれもココナッツカレー麺でぶっちゃけ同じようなものです。これ以上やる必要があるかは微妙ですが、人読みでさらに絞り込みましょう。社債税は大体理性が蒸発していますが、山上リス子さんはかなりの常識人、遠慮なし縛りでもさすがに海外ツーリングということはないでしょう。というかそれやられると、現地の名前のない料理とか B 級グルメとかもありえるので、お手上げダブルピースです。で、関東に在住、ツーリングでどこかに行ったなら、都心ではなく東京の郊外か、それ以下の田舎の可能性が高い。オンノカウスへとブンカリーは都心ですら見かけないので除外。カオソイは黄色い卵麺なので除外。それに激辛に当たったことがない。残ったのはカレーラクサですね。ラクサはまあまあ有名なので、郊外でも食べられそうな気がします。とはいえ、違和感はありますね。気になるのはやはり具材で、キャベツも人参も小松菜も入れないです。まあ、候補にあった他のどの料理でも同じことが言えますけど、カジュアルに改造されていて、日本で手に入れやすい食材が使われていたか、本格派すぎて東南アジアの麺料理でよくある生野菜が別の皿で提供されるパターンだったか。黄色い物体は油揚げでしょう。モザイクがかかっていた物体はフィッシュボールか何かですかね。まあ、いつまでも悩んでいても仕方ないので、カレーラクサ作っちゃいましょう。ここまで考えて創作料理だったら爆笑ものだ。カレーラクサは、だしとカレーペーストを混ぜてスープにし、茹でた麺を投入して、具材を乗せたら完成です。ほぼラーメンですね。今回は、珍しい食材をたくさん使っているので、説明に時間を割かざるを得ないです。ちなみに、今はカレー粉を切らしていたので作っています。まずはだしを取ります。干しエビは、日本の桜エビやオキアミではなく、東南アジアでよく使うなんか肉厚で臭いやつです。肉臭は常温で放置してるとすぐ悪臭を放つのがたまに傷です。カレーペーストを作ります。良い子のみんなはペーストを買ってきて作りましょう。材料をフープロにかけます。ガランガルは南京とも言いまして、生姜の近縁種です。フルーティーで酸味がありそうな生姜っぽい香りがします。レモングラスは柑橘系の香りがする草です。ハーブティーにも使われます。くっそ硬いので細かく刻まないと食べられません。キャンドルナッツはわずかに干し草みたいな香りがするナッツです。ハワイではククイと呼ばれています。マカダミアナッツあたりで代用できると思います。唐辛子はタイのプリッキーヌを使っています。スコビル値が5万から10万くらいで、鷹の爪より辛いです。さっきのを炒めてペーストっぽくするわけですが、まずは赤い油にするために辛くないレッドペッパーで色付けしています。最初から赤いパームオイル使っとけばよかったんじゃないか。カレーリーフは南インド料理で使われるハーブです。柑橘系の香りといってもなくてもいいかなレベルの香りです。乾燥させるともはやただの葉っぱなので育てています。カピは小エビやアミノタグイを塩漬けして発酵させたものです。臭い。タマリンドはマメ科のフルーツで、甘い種類と酸味がある種類があり、料理には酸味がある方を乾燥させたものを使います。甘くないアンズのドライフルーツに近い気がします。そこそこ頑張ったつもりだけど、それでも繊維がめちゃ残ってるな。あ、ホムデン入れ忘れてた。ホムデンは赤わけぎとも呼ばれているネギと玉ねぎの雑種です。ほぼ玉ねぎです。東南アジアの料理で材料にエシャロットと書かれていたら、このホムデンのことを指しています。西洋料理でのエシャロットは禁煙種のベルギーエシャロットのことを指しています。ちなみにエシャレットは成長したらっきょうです。スープはあとは混ぜるだけなので、麺を茹でます。カレーラクサには中華麺かライスヌードルを使うわけですが、今回は白いライスヌードルの方にします。トッピングに珍しいハーブを使うので紹介。これはラクサリーフというハーブで、名前の通りラクサに使います。日本だとベトナム食材店なんかで売られているのですが、そのベトナム食材店がかなり減っているらしくて、手に入れるのに苦労しました。で、香りなんですけどね、これはどこにでも生えて異臭を放つ雑草のクズコとドクダミだね。これマジで入れるの？具材用意しすぎたので、ちょっとずつのせます。カレーラクサの定番の具といえば油揚げです。マレーシアやシンガポールの油揚げはスーパーで見かけるとちお油揚げに近いらしいです。この謎の物体はチャーカーというベトナムのさつま揚げです。日本のさつま揚げよりは現地の味に近いと信じて買ってきました。これで完成です。ラクサリーフのせいで不安しかないですが、食べますか？添えてあるのはマナオとカキーライムと呼ばれるライムの一種です。とりあえずスープを一口。まあ美味しいカレースープです。タイのココナッツカレー麺のカオソイと比べると薄味ですね。濃厚なココナッツを感じられる方が好きです。ライスヌードルが固まってる上にツルツルして食べにくいな。まあこれも美味しいですが、ぶっちゃけ中華麺の方が美味しいというのが本音です。てかレンゲ使いたい。レンゲにスープと麺をのせて、あまり音を立てずに食べるのが好き。チャーカーも食べてみましょう。これマジで美味しいです。この爽やかな香りはガランガルを混ぜてあるのかな。ラクサリーフが付着してなければより美味しかった。もう普通に生のドクダミなんだもん。匂いがする分には構わないけど、口に入れるのはきついって。ちなみに辛さを足したい場合はサンバルという辛い調味料を入れるんですが、私には十分辛いので入れません。今日のお酒はシゲキックスのチューハイ。地味に度数高めで草。懐かしすぎだろ、常識的に考えて。チューハイとしては普通に美味しいんですけど、シゲキックスかと言われると違うなと。強烈な酸っぱさの後に甘みがあるからこそシゲキックスなのであって、それが一緒くたになって甘酸っぱいと、それはもうシゲキックスではないなって。今度本物見かけたら買うか。てかカレーラクサで合ってたんですかね。一応アジア以外の可能性も考慮して調べましたが、それらしいものはなかったです。本命カレーラクサ、対抗カノムチンナムや大穴豊橋カレーうどんってとこですかね。スプーンを使っているのと海外の麺がノイズだった場合、国内の料理の可能性もあるので、大穴が豊橋カレーうどんというわけです。とりあえずココナッツカレー麺だったら全部似たようなものだから正解ってことで、ここは一つ。ごちそうさまでした。正解は自身の目で山上リスコさんの動画を見て確かめてください。よろしければ他のチームの動画もご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。